アルジーン出身、ザ・シンプソンズを制作していることで知られている、テレビコメディの脚本家である。青年期のジーンは、ミシガンにある父の金物屋で働いていた。そして彼は、ハリソン高校を卒業し、ハーバード大学に通い、そこで数学を専攻し大学内にある出版部、ハーバード・ランプーンにて、執筆活動を行っていた。また、ナショナル・ランプーン・マガジン、ザ・トゥナイト・ショー、アルフ、ザ・ PJS 等でも執筆していた。1994年になると彼は、マイク・レースと共に ABC と FOX の2つの局で放映されたが2年で放送打ち切りとなったアニメ番組ザ・クリティックを制作した。同番組は後にケーブルテレビ局のコメディセントラルで再放送され若干ながら検討している。また2001年にはこの番組で誕生したキャラクター J. シャーマンを中心にショートアニメが制作されインターネット上でシリーズ化した。シンプソンズにおいて、彼はマイク・レースと共にシーズン3と4のショーランナーを務め、また、シンプソンズの放送開始の頃より、その制作と脚本に携わっている。なお、ジーンは、icebox.com にて公開されている、ヤソ&ヒズ・ブラザーズの作者でもある。2001年以降、シンプソンズの制作総指揮をしており、2008年7月、現在放送された。シーズン19は彼が単独で制作総指揮をしているものの中では連続7回目となる。彼はシンプソンズの DVD に収録されている解説にもたびたび出てきており、彼がかって担当したものや共同で関わったほとんどのエピソードにおいてその解説を行っている。9の S はシーズンを、E はそのシーズンでのエピソードのを表す。snpp icebox.comありがとうございます。